皆様ごきげんよう。28年間365日毎日キムナを着ております、キムナアドベンチャーかおりでございます。今日は二十四節気の草稿をお届けいたします。今年も残りあと2ヶ月、あっという間の1年でしたね。2021年は10月23日から11月6日までが二十四節気の草稿になります。もみじ前線が南下してきて、全国で美しいもみじを見ることができる時期です。またハロウィンの時期でもありますね。今日私が着ております着物は、高校生の時に祖母に作っていただいた着物ですが、なんだかこれめちゃくちゃ似合いますよね。ですから最近はハロウィンの時にいつも着ている着物です。それではレッツビギン。以前は紅葉の時期には京都に毎年行っていました。私が一番すごいと思うのは東福寺のもみじです。すり鉢型のお庭の紅葉は本当に見事です。その東福寺のもみじをイメージして書いていただいたのがこの帯です。帯は袋名古屋帯になっていますが、お太鼓の見えない部分にももみじを書いていただいています。タレには花ほうりと入れていただきました。東京友禅作家の上田珠恵先生に書いていただきました。裏には夜桜を書いていただいています。このように春と秋、真逆の柄にするのが粋だと思います。生地も、もみじは紬、桜は塩瀬になります。無地の着物や幾何学模様の小紋などに合わせて締めます。もみじ狩りに締めたい一本です。紅葉の重なりは錦織のようと古くから伝えられていますが、紅葉の中の一つの色を着物の中に取り入れるのもコーディネートの妙味です。オレンジがかった黄色や茶色は秋を感じさせる色です。日本人には茜色が混じった茶色がよく似合います。この着物も茜色が混じった茶色です。着ると華やかになります。柄は菊、萩、桔梗、流水になります。流水柄にグレーが書かれていますので、帯はグレー、紫、銀色で伊勢型模様が施してある袋帯に合わせました。前身頃の柄が腰まで書かれており、豪華に見える訪問着です。帯揚げは淡い紫グレー、帯締めは紫、帯留めはダイヤと真珠になります。パーティーやコンサート、ディナーなどに着用します。この訪問着は菊ともみじ柄で、ところどころに刺繍が施してあります。
色味もシックですから、帯も渋めの色味ながら金、紫、緑に金糸が織り込まれた少し重い袋帯を合わします。お茶会など失礼にしっくりするでしょう。小物は年代によって色を変えれば長く着られる着物です。この着物は全体が炉たたき染めで、もみじと流水が描かれています。帯は銀色の袋帯ですが、タレにもみじが刺繍されています。色がブルーですが、紅葉を描く色にうっすら赤色が入っています。ですから小物は赤を入れて紅葉の色を出してみます。帯留めはピンクサンゴにしてみました。もみじが色づき始め、紅葉が始まった頃に着ます。パーティーやコンサート、美術館巡り、ディナーなどに着ていきます。この着物も炉たたき染めが全体に入っています。私の訪問着の多くは炉たたき染めが使われています。炉たたきとは、平履きに溶けた炉を召して木の棒にたたきつけて粒状の炉を生地に振りまくものです。炉を置いたところは白く染め残るため、細かく不規則な斑点が出て、なし地が吹雪のような効果が現れます。白い点々をご覧になれますか。明治の終わりに化学染料が入り、染料を飛ばす技法が面白かったらしく、炉たたきは大正時代に流行り始めたそうです。この着物は全体に炉たたきが入り、小さなもみじ柄も古墳染めで描かれ、さらに金色が盛られて描かれています。黒と白、そして金色でシンプルな柄の訪問着ですが、とても手間がかかっています。帯は金銀の組紐織りの袋帯、伊達入りに金色、帯揚げも金茶色、帯締めはオレンジ、帯留めは銀細工の菊、本当は赤いもみじの帯留めを入れたかったのですが、この着物は紅葉が終わる頃に着ます。パーティーやお食事会などに着用します。この着物は随分若い頃の着物ですが、洗面柄に菊やなでしこが描かれています。こういうおとなしめの訪問着ですので、2種類の帯を締めてみました。一つは赤と銀の亀甲柄の少し重めの帯で、赤い色をアクセントに髪飾り、伊達襟、帯締めを入れてみました。帯揚げは訪問着の柄にある薄いブルーを入れてみました。帯留めは南洋真珠、淡水パール、ダイヤの帯留めになります。同じ着物で帯を淡い花柄の袋帯を締めました。伊達襟は赤を残しましたが、髪のヘッドドレスもピンクベージュ、帯締めは白と赤の変わり織り、帯揚げはブルーに淡いオレンジの
飛びしぼにしました。一枚の訪問着でも帯や小物で印象が随分変わります。訪問着にはこの帯と決めつけないで、いろいろ試してみると楽しいですね。このもみじの小紋は筑仙さんの染め小紋になります。紫の濃淡のもみじ柄がすっきりしていて、この時期には必ず着る着物です。若い頃に中谷先生からいただいた着物です。感謝。帯は京都の田中伝さんにオリジナルで作っていただいています。リバーシブルの半幅帯になります。こちらの面は黒銀の市松模様になります。たまにヴィトン柄みたいですねと言われますが、申し訳ないのですが、日本ではヴィトンより何十年も前から使っている柄なんです。半幅帯を締めてランチや買い物などによく着ます。着物、平織紬、お召し、一越ちりめん、輪図、大島紬、帯、錦織、綾織、紬織、塩地羽二重、組紐織、西陣織、仕立て、合わせ、半襟、塩地羽二重、篠の目、門輪図、長襦袢、羽二重や臨時の袖無双の人へ。ワンポイント。季節の柄は季節より少し前に着始めてと言いますが、紅葉の時期にはなぜか真っ赤に紅葉したもみじ柄を着たくなりますね。着物で季節の柄を楽しむことはできますが、お家の中でもこんなお重箱でも季節を味わうことができます。ぜひ生活の中に季節の柄を取り入れてみてください。もみじのお重箱です。こんな風にいろんな柄のもみじが塗りになっています。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタン、そして何か感想やリクエストございましたらぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。28年間365日毎日着物を着ております、キムラのベンチャー香りでございました。